おはようございます、島津でございます。皆さん、デッドスペースの超朗報が入ってきました。まあもう書いてあるんですけどね、先ほどねコメントの方を見たらですね、情報提供がありまして、あの島津さん、デッドスペースのストアが再開してますっていうね、情報が入ってきたんですよ。で、調べに行ったんですけど、今回ストアが再開してたのはスチーム版になります。PS ストアと Xbox ストアの方も見に行ってきたんですけど、念のために、うん、まだどちらもね再開はしてませんでした。で、日本語の方はねどうなってるかっていうのも見たんですけど、特に変更はされてなくて、ちゃんと国内のスチームから日本語版もね購入できるようになっておりました。なので PC でデッドスペースをね遊びたかったっていう方は、今がチャンスなんで、予約した方がいいと思います。もしかしたらねまた閉じる可能性もねありえるんで、そうですね、今がチャンスです。で、なんでこのタイミングでね、そう、販売が再開されたかっていうのはね、おそらくね昨日の発表のタイミングを見て再開したんじゃないかなって思います。実は昨日ね、ちょうどデッドスペースの開発がちゃんと完了したっていう発表が公式からされたんですよ。だからね、タイミングとしてはちょうどいいきっかけになるからっていうので、あのストアの方を再開したんじゃないかと思われます。まあね、これはねあくまでも考察にはなるんですけどね。はい。ただまあ先ほども言いましたけど、閉じる可能性もねありえるんで、そうだね、うん、そこは注意しといてください。はい。ということで本日はですね、国内のスチームストアの方でデッドスペースリメイクの方の販売が再開されたっていう情報が入ってきたんで、そちらについて話させてもらいましたが、ここまでとさせていただきます。ちなみに、あの今ねデッドスペース予約すると旧作のデッドスペース2もついてくるみたいです。そっちはね、あのさすがにあの日本語化はされてないとは思うんですけど、まあ現状お得になっております。はい。またね、こんな感じでいろんなゲームの最新情報が入ってきたら、動画にしていきたいと思うので、よかったらね、またうちのチャンネル、覗きに来てみてください。はい、それでは、失礼させていただきます。バイバイ。チャンネル登録、コメント、高評価していただけると励みになります。ご視聴ありがとうございました。